たったの10秒でお腹が引っ込む腹筋を紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの10秒朝晩やるだけでお腹が引っ込む腹筋というのを紹介していきます。この腹筋を1週間朝晩10秒ずつ行った結果、ウエストが2センチ細くなりました。たったの10秒です。今回やり方を紹介していきますので、一緒にしてもらえたらと思います。お腹が引っ込むポイントとしては、腹横筋というのを使いながら息をしっかり吐くというところにあります。お腹が出ている原因というのは内臓脂肪や皮下脂肪というのがあるんですけども、お腹を抑える腹横筋が身につくとですね、同じ脂肪の量でもウエストを細くすることができます。というのも、腹横筋というのはお腹を一周回っているコルセットのような役割をしています。その力が身につくとですね、お腹をキュッと引き締めておく状態をキープすることができます。ですので、お腹を引っ込めたいという方は腹直筋ではなく腹横筋を鍛えるということがポイントです。ではやり方を説明します。はい、やり方はとっても簡単です。まず寝た状態で膝を曲げます。足は閉じておきます。ここからお尻を上げます。できるだけお尻を上げます。そうすると腰が浮くと思います。そしてここから上半身を起こしていった時に腰がつくポイントがあります。その腰がつくポイントで手を伸ばして、手のひらが膝にタッチできるぐらい起き上がって、お腹を引っ込ませながら息を10秒間吐き続けます。これだけです。腰が反れているとお腹に効きにくいので、腰をまず浮かせて上半身を起こしていって、腰がついたポイントで手をしっかり伸ばしてお腹を引っ込めて息を吐く。これを一緒にやっていきましょう。お尻上げて腰つけて手を伸ばします。では一緒に10秒息吐き続けましょう。いきます。OK です。今の腹筋を朝晩やってみてください。朝行うことで1日お腹が少し引っ込んだ状態をキープできます。そして夜寝てる間に力というのは抜けます。ですので夜もう一度力を入れることをしてもらって、これを1週間ぐらい続けてみてください。たったの20秒、1日20秒です。息をしっかり吐く、お腹をどんどん引っ込める、ちゃんと腰が床につくようにして状態を起こしておく、これがポイントです。ぜひやってみてもらえたらなと思います。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、少ない時間で効くエクササイズを紹介していきます。よかったら登録の方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。